そして2009年4月、ケントに夢を叶えるチャンスが巡ってきた。いつかマイケル・ジャクソンと一緒に踊りたいという夢である。マイケルが10年間の沈黙を破り、ロンドンでのコンサート開催を決定。そのバックダンサーオーディションに参加しないかと声がかかったのだ。オーディションに呼ばれたのはおよそ550名。その中に入っただけでもすごいことなのだが、オーディションでなんとケントは20人ぐらいから、そうですね、20人から最後6人選ばれたみたいな感じですね。まっすぐこう並んでて、で名前呼ばれた子が今回のキャストだよってこと言われて、で名前呼ばれて、まあ、前に出てて、すごい。そう、マイケル・ジャクソンに認められ、6人のメインダンサーの1人に選ばれたので、さらにロンドンツアーの総監督ケニー・オルテガはケントにとんでもないことを教えてくれた。向こうからケニーがこうやって来て、で、すごい良かったよみたいなこういう話をして、ありがとうみたいな感じ、ありがとうございますみたいな話をしてた時に、実はマイケルが君を一枚に選んだんだよっていうことをまあ話されて、あれ、僕はその時初めて知って、そうなんだっていう、もうなんか本当に、いや、そんなこと信じれないみたいな。This is the moment. This is it.しかし映画 This is it を見ても、マイケルと共に踊るダンサーの中にケントの姿はない。一体なぜ。実はケント、オーディションの前にマドンナと2009年のツアー契約を交わしていたので、マイケルは自らその契約解除をマドンナに頼んでくれたというのだが、マドンナにとってもケントはかけがえのないダンサー。結局ケントはマドンナのツアーへ。マイケルは友人にこんなことを話したという。ケントを見た時鳥肌が立ったよ。彼は今マドンナと仕事しているから、それが終わったら僕は彼を雇おうと思ってる。しかしその願いが叶うことはなかった。ハレルヤ、何の前触れもなく、マイケル・ジャクソンは永遠に手の届かない場所へ。マイケルの死後、マドンナのコンサート。なんとマイケル追悼のダンスをケントが踊った。うん、あそこだけは本当に、なんだろう、みんなが期待してるのはマイケルだから、ケントじゃなくて、だからそのマイケルっていうのはもう誰よりも偉大なところにあるものなんで、僕はなんかその顔に泥を塗るようなことはできないから。でもまあそれもマイケルがもし最後のツアーとかで僕を選んでなかったら僕でいいのかなって思ったかもしれないけど、あれがあったから僕はそれも一つのメッセージなんだというか、一つの運命なんだと思って、それも受け入れて、まあ僕にできることをやろうと。憧れ続けたマイケル、そのマイケルのためにケントは踊った。ケントは踊った。踊ることの素晴らしさを教えてくれた人のために。そしてこのパフォーマンスは全世界へと配信されたのだ。昨年末、ケントはとある人物のもとへ向かった。 How are you? How are you? Good, I miss you. I'm ready. I do too. So good to see you. Good to see you too. How are you? そこにいたのは、振付師として世界中で活躍するステイシー・ウォーカーさん。実は彼女、かつてマイケルがコンサートツアーを行った時のメインダンサーの一人で、ロンドンツアー This is it の振り付けも担当していた。ケントと仲良くなって感じたんだけど、情熱的なところがマイケルとすごく似てるの。二人とも好きなことには本当に一筋なの。
そんな彼女からケントに思いがけないプレゼントが。これ私のツアージャケットよ。あなたに着てほしいと思って。宝物にして。私にはマイケルとの思い出があるから。This is the only one in the world, right? The only one. 世界に一つよ。マイケル・ジャクソンに認められたケント。そんな彼が一番大切にしているのは。僕が結局マイケルに会えて出会えたのも、何かで言ったら技術どうこうとかじゃなくて、本当にマイケルを愛してたから。だからその愛があるから、そう言って行動も変わっていくじゃないけど、そういう心というか気持ちというか、それがまあ僕は自分で一流とは言わないけど、でも一流でありたいなと思うんですけど。